はい、こんにちは。億万長者合宿のね、0時が始まってもうすでにね、60話を超えてるわけですよ、ね、あっという間のペースでございますけども、この0時だけやってるわけではなくて、他の動画もバンバン量産していて、その一部の0時ですらこのスピードです。これがね、スタンダードというか、まだまだね、まだまだ余力がありますね。昨日はね、私はね、ハッピーバースデーを家族でしまして、それからまあ夕方からね、昼寝っていうのかな、ボカーンと寝ていたらもうね、随分ぐっすり眠って、今日4時に目覚めましたよ。ちょっと眠りすぎたかなと思うぐらいですけども、今回ね、動画を見させていただいて、吉谷さんのね、腐らないビジネス、あ、それはそうと、昨日ね、1011イベントおめでとうございます。まあ、本当すごいですね。あのイリュージョンも売りに売りまくって、使いに使い回して、いつでも新鮮ですね、うん、で、私を最近知った方っていうのは、リアルタイムから外れるんですけども、ただね、40歳から47歳までのたった7年間、もっと言ったらね、でかい金を稼ぐのに最初の3年間しかやれなかったんですよ。もっと言えば最初の1年で2500万ですからね。私のね、生涯の賃金の中でも年収で2500万を最初の新入社員初年度で取ったっていうのは、まあ他に類を見ないですね、うん、1000万ぐらいだったらね、楽勝超えるんですけども、何をやっても1000万ぐらい超えるんですけども、2000万を超えるっていうのは一つのね、大きな壁だと思いますよ。それこそ新しい世界に足を踏み入れたりとか、新しい人と何かを組まなければなかなかいかないんじゃないかなと思います。まあ、少なくとも人に雇われているその平均の年収っていうのがね、400万って言われる時代で、現実には250万とか300万ぐらいでしょ、うん、これはね、とてもじゃないですけども、うん、世の中を支えるような力になってるとはね、なかなか思えないわけなんですよ、うん、それどういうことかっていうと、300万円分しかあなたにお金を払っていいと思ってないってことなんですよね。これはその冷たい現実として捉えなければならないんですけども、結局自分の行動の役に立ったものがそのまま等価交換で入ってくるとしたら、自分の、うん、価値とか労力っていうのはいくらなのかっていうのは、年収というね、成績表で表れている部分があるんですよ。もちろん全てではないですけどね、数字に表れてない貴重なものも結構ありますんでね、まあ、ですんで一概には言えないんですけども、ただシンプルに年収というもので自分の価値を測ろうと思ったら、すごく明白なんですよね。で、やっぱり吉谷さんとか3000万ぐらいのね、年収を上げてるということは、やっぱり3000万円分のお役に立てていると思うんですよ。一つの商品が80万だとしたらね、80万円払ってもいいというふうに思わせるような説得力や過去の積み上げがあるわけなんですよね。でもどうでしょうか、多くの皆さんは自分の商品を作ったところで1万円だとしても売る自信がないんじゃないですかね。ってことは1万円分の自信がないぐらい自分のパフォーマンスに自分で気づいてるってことなんで、だからもうね、新しいことをやった方がいいと思うんですよ、うん、で、新しいものの中には可能性が満ち溢れてます。今吉谷さんが言われてましたけども、腐らないビジネスってね、すごくいいじゃないですか。情報ビジネスね、しかもね、思わぬ価値を世の中に生んでるんですよ。情報っていう価値は、どこのお店が安いかっていう比較サイト、これ情報ですよね。どういうふうな段取りを組めば GoTo キャンペーンが得られるのか、これも情報ですよね。で、 GoTo イートキャンペーンなんてのはインターネットを通じて予約サイトから申し込まないといけないんですよ。じゃあインターネットの使い方どうやって教わるんですか。これは教育っていう情報ですよね。だから全て情報が私たちの生活を豊かにするのに、便利にするのに、情報にアクセスしないと、情報を使わないと、すごく断片的なちょっとニュースサイトをチェックするだけとかね、テレビの反響を、芸能人の裏の声を聞くとかね、そんなことぐらいしか使ってないんですよ。違うんですよ。情報を使うってことは、使うってことですよ。情報ってものに使われちゃダメなんですよ。情報を使っていかないといけない、要するに発信しないといけないんですよ。情報に使われるってことは、こっちの情報あるよ、こっちの情報あるよ、こっちの情報あるよ、どれがいいかなって、これ使われてる状態です。情報に使われてる状態です。ほとんどの方はそうですよね。じゃあ今新型コロナウイルス、なんで怖いんですか。毎日テレビ見てるから怖いんでしょ。見てない私からしたら、へのかっぱですよ、あんなもの。インターネットの正確な情報、私が思うのに正確な情報を取っていけば、恐れるものはないと思います。ただ、世間的風潮があるので、あんまりは言いません、これを。うん。それなりに、外出するときは世間体を考えてマスクしますしね。それなりに小声で話したりとかします。皆さんが恐れてるだろうなと思うから、それに合わせます。仕方なくですよ、ね。こういった現実はあります。同じように、情報ビジネス怪しいんじゃないのっていう人がいるから、その人たちに合わせて、そうだね、怪しい部分あるねっていう話をします、うん、でも情報で最大限のパフォーマンスを上げてる私としてはね、心の中では、いやー、みんな未だに気づいてないのか、
俺はもう8年前に気づいたよ、もっと前から気づいてる人もいるよと、そういう人が今どんな人生を送ってるかってなんでわからないのかなと、気の毒だなというふうに、まあ、ある意味そういう意味ではね、こう軽視してるというかね、気の毒に思ってるところあります。だから気づくってことは今までの自分の気づきを捨てないといけないってところもあると思うんですよ、腐らないビジネスって言葉に変えますと、吉田さんはね、数年前撮ったその動画を未だに販売してお金に変えてるんですよ、ね、ある時言いました、吉田さんはこの手に持ったねスマートフォンをかざしてですね、これが何億というお金を生むってことが分かってるんで、これをすごく大事にしてるんですってことをね、広島の会場で話してくれたことがあります。多くの方はそういうことを聞いてもポカーンとしていて、相変わらずこのスマホに情報も入れない、ただ情報を受け取るだけのツール、要するに情報に使われている立場になっているだけなんですよ。違うんですよ。このスマホに画面とか画像とか動画とかワードとかたくさんの大事なものを入れておいて、このスマホ、ね、20万円ぐらいで買うでしょ、10万円ですかね、いくらか分かんないですけども、例えば10万円で買ったスマホをもう湯水のごとくお金が出るツールに変えれるのか、それとも10万円で買ったスマホが負担になっている、ただの分割払いをしているだけのものになるのか、大きな違いです。大きな違いですよ。腐らないビジネス、あなたは情報をどのぐらい世の中に伝えているか、発信しているかってことなんですよね。発信していなければ価値は作れないです。なぜなら多くの方があなたの考えやあなたの価値観を知りたがっているんですよ。まずそこに気づくことじゃないですかね。今までね、最小購買数的なタレントさんの意見とかコメンテーターの意見とか、どっかの有名人著名人経営者の声、そういうふうないわゆる個人的にはこう思ってるけども皆さんの気持ちを考えてこういうサービストークしてあげますよってものに支配されてるんですよ。でも素直な表現をする人ってのは最近出てきましたね。率直な言葉とかね、本音を話す人、そういう人は中央メディアから消えていきます。そしてローカルメディア、いわゆるインターネットで発信するようになります。そしてそのインターネットで発信したことに対して多くの方がそういう考えがあったのか、テレビとは違うよねってことで気づきを得てるんですよ。ということはどういうことかっていうと、個人的な感情の発信っていうのは実はね、多くの人にたくさんの気づきや発見を与えるってことなんですよ。計算され尽くして、多分こういう言葉を提供したらみんなね、ああよかったって思うだろうなっていうふうな、そんなね、いわゆる視聴者に忖度した言葉にはもう飽き飽きしてるんですよね。それを喜ぶのはもうすでに考えることをやめたお年を召された方ばかりです。お年を召された方の中にも自分の発想を持たれている方がいて、そういう方は未だに発信者として輝いてますよね。はい、結論ですね、私たちは情報発信の量が足りないってことに気づくべきで、情報過多だって言われている人はそれはね、情報の処理能力が極端に悪いだけなんですよ。だからもっともっとね、私たちが出会うべき人っていうのはこの中にたくさんいます。わずか今までの人生で知り合った数千人だかね、1万人前後の方、ここで満足するんではなくて、この世界というね、75億人もいると言われているその中のたった一部です。その中でも10万人とかね、20万人というものに触れていく、こういうところから始めていくことができるんじゃないかなと思いますよね。まあ、そんなね、何万人もの人の声聞くの無理だよっていうふうに言う中でですよ、私はチャンネル登録者数1万人いるわけですよ。ってことは1万人以上の方が私を認識して、少なくともチャンネル登録のボタンを押してくれました。チャンネル登録のボタンを押してない人で視聴されたことがあるっていうことも含めますと、私を認識している人って少なくとも数十万人いるんですよね。だから数十万人との出会いっていうのは可能なんですよ。でもインターネットを使えばです。情報発信をしていればです。情報発信をしない、インターネットを使わない人にとっては出会いっていうのはものすごく可能性の小さいことになると思うんですね。もちろん出会いの数が少なくても素晴らしい方との出会いっていうのはあると思いますから、そこは否定しません。で、最後になりますけどもね、47歳で、貴重な出会いをもたらしてくれた鳥居真知子さんっていう方がいらっしゃいます。この方は本当に非常にね、私の動画を過去までずっと遡って見てくれてるんですけども、やっぱりね、嬉しいですね。コメントをいただけたりとか、私が忘れていたようなね、考え方をそういう動画にね、コメントしてくださったりとかっていうのは本当に貴重だなと思います。まさに私の数年前に発した動画、これもね、腐らないビジネスとして今でも息を吹き込まれることがあるんだなというふうに感じました。皆さんはね、ここまで話しても発信することないんですかね。それでは、いってらっしゃい。